はい、やってまいりました。ブラッシュミュージックエンターテインメントがお送りするブラッシュ・ザ・レディオ、本日の司会ももちろんウェルカムがお送りします。よろしくお願いします。さあ、ということで、6月ね、もう目の前でございます。はい、沖縄の方ではね、もう梅雨入りなんていう話は結構前からありましたけれども、梅雨の時期がね、この関西、やってきますよ。もう嫌でございます。雨はね、どっちかというと毎日晴れてね、暑いけどしんどい言いながらね、日光浴びてる方が僕は幸せでございます。はい、そんな中ね、まあ運動なんかもしておりますよ。だいぶ日焼けもしてきました。特にね、梅雨時期もそうなんですけども、真夏よりもね、紫外線が強いと言われてますよね。この時期皆さんぜひね、日焼け止めとかね、なんかこう対処しながら、でもちゃんとね、お外に出てね、太陽を浴びてほしいななんて思ってますよ。はい、マンスリーピックアップアーティスト、アリシア・サルデニア、これで今週最後になっちゃいます。来週からは新しいアーティストまたピックアップしますね。ダンス・ウィズ・ザ・サン、ファーストアルバムから聴いていただきましょう。リードトラック、ウーボーイ。お送りしているのはですね、アリシア・サルデニア、ファーストアルバム、ダンス・ウィズ・ザ・サンから、ウー・ボーイをお届けしました。マンスリーでね、この楽曲をお届けしたんですけれども、このダンス・ウィズ・ザ・サン、最高のアルバムになっております。そして、ミュージシャンが素晴らしいでございます。アリシア・サルデニアはですね、トバゴ・トリニダード出身の女性シンガーで、現在は関西を中心に、ライブ活動を行っているわけなんですけれども、なんと、レコーディングはニューヨークの方でやっております。はい。音もね、なんていうかな、こう土の匂いを感じる、まあ、ニューヨークの土の匂いというんですか、そういうのも感じながらもね、すごく海の、イメージができるというか、はい、すごくね、ファンキーでブルージーなんですけれども、ポップな一枚になってますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、特にジャック・ジョンソンとかね、ジェイソン・ムラーズ好きだよとかで言う方はいいんじゃないでしょうか。はい、おすすめでございます。特にドライブ最高でございますよ。はい、さあ、ということでですね、来月からは、また新しいアーティストピックアップ、マンスリーでピックアップしていきますよ。お楽しみに。さあ、続いてね、さくら、新人発掘担当のさくらちゃんの、おすすめアーティストに行きたいと思います。さあ、早速ですね、コメントの方読んでいきたいと思います。6月へ入るにあたって、最近はしっとりしとした空気を感じるようになりましたね。暑さもあって、意外とこの時期に熱中症で倒れる方も多いそうです。涼しい温度の時にはごめんなさい、体を冷やさないように皆様お気をつけてくださいね、ということですね。はい、さて、いつものノリの良い曲をおすすめすることの多いこのコーナーですが、今回はバラードを流します。しっとりとしたテンポの中に透明感のある声で歌い上げられるナンバー、皆さんも大切な人たちが身近にいると思うのですが、そんな人たちのために何かしてあげたい、でもうまくいかないなどといった思いを持ったことありませんか。僕日々持っておりますよ。はい、悩みながらもそっと寄り添ってくれる曲です。雲の切れ間から光の見えるイメージが、
湧きます。なるほど、歌詞に耳を澄ましてお聴きください。それでは、楽曲の方を紹介したいと思います。今崎拓也で For You、 どうぞ。笑っていたあの日、いつもの輝きを心で感じて、周りに気を使ってる君だけ、歯がゆい思いでイラついては何かに気づいてやれなくて、どんなに周りで立ち止まっても僕たちがいるよ。余計な言葉はもう大事な言葉も奇跡となり輝く大きな光となって、たとえ離れる時が来たとしても、この幸せな日にまたあの笑顔、綺麗事と思うかもしれないけど、君だけに届けたいから、 Song for you。 はい、お送りしたのは今崎拓也で For you でございました。声ですね、なんかこうなんていうかな、青春の声みたいなシルキーでね、なんかちょっと鼻にかかるところもあるんですけど、それがなんかすごくね、胸にぐさっと刺さるような、そんな印象でございました。はい、ブログの方もやってるみたいなんでね、また今崎拓也と検索していただければと思います。もしくはウェルカムマンのブログ、こちらの方皆さんチェックしていただいてる方はね、お友達になってますんでね、そこから行っていただいてもいいんじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします。さあ、ということでこのブラッシュ・ザ・レディオはですね、30分番組でお送りしとるわけなんですけれども、前半15分は関西のアーティストをピックアップしております。そして後半15分はウェルカムマンが切り裂く、ビルボードホット100&ウェルカムマンのおすすめ洋楽アーティストを、やっておりますよ。後半15分はね、前半15分はですね、この関西のアーティストをピックアップしてるのは YouTube でもチェックできるんですが、後半15分はラジオでしかチェックできません。生放送でしかチェックできませんよ皆さん。なのでぜひラジオチェックしていただいて、おさらいで YouTube の方もチェックしてください。ブラッシュミュージックとホームページで検索していただければ、ラジオその他いろんなところにね、バチカチカチカチ当たってくるんでね、僕がやってるブラッシュ TV もね、ぜひチェックしていただければと思います。こちらは映像でアーティストチェックできますよ、よろしくお願いします。さあ、ということでですね、ラジオの方なんですけれども、 FM ミッキーさんで放送していただいております。毎週木曜日の夜8時半、そして、土曜日は再放送で夜の11時から放送していただいております。ぜひお便りメッセージください。メールの方だけお伝えしたいと思います。melbo@fm-miki.jp、 melbo@fm-miki.jp までよろしくお願いします。そして、ブラッシュミュージックの方にもね、メールアドレスありますんで、まずホームページ見ていただいて、お問い合わせでリクエストいただいてもいいですし、ウェルカムマン噛みすぎだよなんていうコメントもお待ちしております。よろしくお願いします。恋バナも待ってますよ。はい、とにかくメッセージください、寂しいのでよろしくお願いします。はい、まあちょっとずつねメッセージいただいて、だんだん支持していただいてるなっていうところでね、最近喜んでおりますが、まだまだもっと欲しいんです。寂しがり屋なんです。ウェルカムマン、よろしくお願いします。さあ、後半戦に行く前に忘れちゃならないストイックレコードのおすすめアーティスト行きましょう。今回もね、イモゲさんとロイハンさんの楽しいトークをチェックして、素晴らしい激しいロックを聞いてください。どうぞ。
Rush the Radio。スタイクレコーズが聞かせるよ。はい、今週もやってまいりました、はい、このオーナー MC を担当するのは最近 Facebook を始めたばかりのイモケと、今日は大遅刻をしてしまいましたロイハンデーお送りします。すいませんでした。ほんまありえんぞお前、1時間半ぐらい遅刻とかあってもう俺が連絡せんがってお前思いっきり寝坊へやったやん。寝てました、すいません。ほんまびっくりするわ。すいません。まあまあまあ、いつもそれがロイハンということで以後気をつけます。はい、ちょっと最近 Facebook を始めましてね。ああですね、面白い。え、あのあフォローインスタしてもらうんです。うん、みんなフォローして。うん、イモゲでしょ。イモゲで、イモゲ、いや本名は言うなここで。いや、なんかミキに住んどうし、一応ミキでイモゲであの検索したら多分出ると思います。はい、まあまあそんなことどうでもいいんで、はい、今日紹介するバンドは我らがストイックレコーズが誇る、はい、シルエットルームザスカイリットです。はい、彼らはですね、はい、ちょっとすごいライブに立て続けに出るという情報を耳にしましたので、はい、ゲットしましたね。はい、ロイハンちょっとお願いします。あ、わかりました。はい、まずですね、6月3日、はい、これがですねビヨンドザブルーツアー2012、はい、というですね、すごい海外のアーティストが参加するイベントなんですけど、はい、これすごいですね。はい、はい、今ねちょっと手元にフライヤーあるんですけど、はい、一緒にする対バンドが、はい、メイデーパレード、はい、エブリーアベニューなど、はい、海外のアーティスト、うん、あとまあその他結構有名な人らも出るんですけどね。そうですね、結構有名です、ね。はい、それに一緒に、出演するということで。そうです、1位は前紹介させてもらったファイブニューあーらしいです。はい、もうこれなんか投票かなんかでね。そう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 、はい、なんで、まあ、6月3日ナンバーロケッツ で、 そうですね。はい、ちょっとオープンが早いんでね、はい、オープン2時半で、スタートが3時からです。はい、で、まあ、前売りチケットが5400円で当日チケットが5900円、はい、ドリンク別ということで、はい、まあ、またこれローソンチケットで、購入できますのでぜひとも皆さんチェックしておいてください。チェックください。はい、はい、それとですね、はい、6月17日日曜日、渋谷クラブエイジア、はい、これはですね激ロックフェスティバルということで、うん、はい、これもすごいかっこいいバンドがいっぱい出演します。うん、そうなんです。はい、まずですね、ホープスダイラスト、こちらがイタリアからの、はいはい、バンドさんです。で、日本からですね、はい、ハーネームインブラッド、はい、ロスト、はい、ローチ、はい、ノイズメーカーで、あとシレットフロムザスカイリットアンドモアと、まだまだバンドさんが出ますんで、はい、これはなかなか熱いライブになりそうですね。やばいですね。もう行ってきたいですもん。はい、いや僕行ってきます。あ、行くんですか。2日とも、はい、お邪魔してきます。あ、ちょっとまた教えてください。はい、会場で見かけた方どんな熱いライブか、はい、まあ、オープンが4時16時で、スタートが17時ということで、はい、チケット前よりは3000円、ドリンク別、はい、当日が3500円、ドリンク別ということで、はい、これもまたチケットの方はそうですね、これは激ロックの、はい、ホームページで、はい、あー、わかりました。はい、チェックだぜ、チェックだぜということでね、はい、今週ちょっと真面目な感じでチャラけずに、全然チャラけてないよなんか某どっかがこけたっていうのを聞いて放送してえんかい、こんな。いや、言うたらあかん、言うたらあかん。もう某どっかがこけた、はい、某大輔がこけた、某大輔って分からんからな。分からないです、分からない、はい、まあまあそんな感じで、はい、皆さん来月から6月なりますけど、なりますね、まあまあ、梅雨入りということでね、うん、何かとちょっと鬱陶しいこと多いと思いますけど、皆さん、はい、ぜひともこの激ロックツアー、はい、あとビヨンドザブルーツアー、うん、足を運んでいただき、はい、テンション上げて、はい、上げ上げでお願いします。乗り切りましょう。はい、ということで、はい、今週はこの辺で、はい、行きましょうか、曲、はいはい、じゃあ曲の方お願いします。はい、わかりました。それでは聴いてください、シルエットフロムザスカイリットで Fake and Going to Fade。 どうぞ。Shopping a corner
same. Could I fade? I don't even know it.